幡廃寺跡東神祖幡廃寺塔跡は、岡山県岡山市中区赤田にある仏教寺院跡に残る塔跡の遺跡である。国の史跡。水田中に岡山県下最大の東神祖が一つ露出している。東神祖の中心部には六角形の浅いくぼみがあり、ここに柱が建てられた。また、深い穴には仏舎利が収められていた。この礎石表面には卑熱痕が見られ、火災によって塔が消亡したと推測されている。この寺院は古代吉備の豪族であった常套師の氏寺の一つと推測される。この遺跡の周囲には備前国府跡や聖田廃寺跡もあり、この地域一帯は古墳時代から奈良時代にかけての古代吉備の中心地の一つであったようだ。寺院の歴史は出土した瓦より7世紀後半の飛鳥時代後期に創建され、奈良時代に最盛期を迎え、平安時代後期の11世紀に廃寺となったことが確認された。昭和47年から昭和48年にかけて発掘調査が行われ、金堂、塔の基壇、回廊、築地、南大門、中門、北門などが確認された。寺院の規模は一町四方よりも大きいことが判明しているが、伽藍の正確な配置は未確定である。塔跡周辺からは、凝灰岩が出土しており、聖田廃寺同様に凝灰岩、断ただし石器岩であったことが推定される。これは、畿内中心部の有力寺院に見られる基壇で、地方寺院では、極めて珍しく、中央政権とのつながりの強さを物語っている。また他にも多数の瓦のほか、奈良山菜などの陶磁器類、延綿硯、土器などが出土している。塔跡は、昭和19年に国の史跡に指定された。ありがとうございます。